話は聞いたよ。心の旋律を聞く力が戻ったそうだね。うん、少しだけだけれど、クカイキンの力のおかげ。安心したよ。それなら私が何をしに来たのかもわかるね。わかるわ。私の力試しに来たのね。私が思うより早く君の噂は広がっているようだ。誰かが動き出すまで猶予はない。君と大切なものを守るため、この場で私と戦い、その力を証明してほしい。もちろん、そのつもり。十点衆の資格をかけた試練というわけだ。悪いが、手加減はできない。うん、全力。驚いたな。力を失ったとはとても思えない。素晴らしい演奏だった。大切な者たちのために戦おうという強い意志が私の心にも伝わってきた。いずれ他の十点衆も君に戦いを挑んでくるだろう。だがこれなら心配はなさそうだ。ちょっと怖い。頑張るんだニオ。他ならぬ団長たちのためだろ。うん、頑張る。こんにちは、ソーン。ウーノから聞いていると思うけれど、あなたの力試させてもらいに来たわ。うん、よろしく。戦いを前にしても昔みたいに怖がらないのね。もう大丈夫。大切な人たちのために頑張るって決めたの。私も同じ気持ちよ。みんなを悲しませないためにできる限りのことをする。うん、行くわよニオ。見せてあげるわニオ。ディアノンとは私が消してあげる。私の力をあなたともっと聞いていたいな。私の旋律の中でゆっくりお休み。届いた。一緒に演奏しよう。届いた。次に足を止めた時、それが最後よ。届いた。素敵な音。十点衆も誰も届かないくらい高く。もういいわ。そこ見えた。逃がさない。素敵な音色を響かせよう。ウィンターガーさん、スバーン。そこ一緒に演奏しよう。ディアノートは私が消してあげる。大丈夫？ええ、平気よ。私を倒すなんてさすがね。ちょっと負けるかもって思った。自信はついた？うん。ねえニオ、
この試練が終わったらどこかで食事でもどう？気が向いたら行く。あとうるさいところは嫌。あなたらしい。もちろん静かな場所を選ぶわ。じゃあね、成功を祈ってる。ありがとう、ソン。なんだ？あんまり弱くなった匂いしないぞ。サラーさん、あなたも来てくれたのね。ああ、ウーノが言ってた。ニオが手負いになったからとどめを刺して楽にしてきてやれって。それはちょっと違う気がする。そうか？でも最強じゃなくなったのは本当だろ。私は森で見てきた。最強は最強じゃなくなったらそれでもう終わりなんだ。だから私がスパッと終わらせてやる。痛くしないから安心しろ。私に勝てると思うなよ。嫌なものを私が消してあげる。あなたともっと聞いていたいな。私の旋律の中でゆっくりお休み届いてる。私は最強だ。一緒に演奏しよう。届いつてきな。こっからが本番だ。しよう。素敵。そこだ、そこだ。届いた。そこだ。まったった。見せてやる、私の本気を。嫌なものを私が消してあげる。届いた。素敵な音色を響かせよう。ウィンターガーソン、スバーナ。おやすみ。この私が負けるなんて。やっと終わったわ。なんでだ。思うように戦えない。私なんか変だぞ。そうだと思う。あなたのまっすぐで力強い旋律に混ぜたの、不協和音を少しだけ。くっ、ニオ、お前何言ってるのか全然わかんないぞ。ごめん。いい、じゃあ私を好きにしろ。敗者は勝者のものだ。ほら、スパッとやれよな。じゃあ、私の演奏、聞いてみて。おやすみ。ウーノがあなたを迎えに来るまで私はここで琴を練習しているわ。
こんにちは、ニオさん。ウーノさんから聞きましたよ。大変な目に遭ったようじゃないですか。うん。驚きました。ことと次第によっては、あなたが十天衆を追われることになるかもしれないとは。うん。でも、きっと大丈夫。団長毒解禁が、私の力を取り戻してくれつつあるから。大きなこと言ってんじゃねえ。お前自分の立場分かってんのか、このドヘタレが。十天衆の名が何のためにあると思ってる。弱い奴に居座られちゃ迷惑なんだよ。まあいい、ダメならこの場でてめえを殺す。それだけで。邪魔をしないでください。嫌な音を私が消してあげる。あなたとももっと聞いていたいな。私の旋律の中でゆっくりお休み届いて。一緒に演奏しよう。捨て届いた。ぶっ殺される覚悟はできてんだろうな。捨て、そこ死ね。一緒に演奏しよう。届い届い届いた。この程度いいでしょうってことありません。望み通り殺してあげます。素敵な音色を響かせよう。ウィンターガーさん、スバーク。嫌な音を私が消してあげる。生を忘れた。メメントピータ。あなたともっと聞いていたいな。届いて、おやすみ。ここまでか。嫌な音、やっと終わったわ。大丈夫。力を取り戻しつつあるのは嘘じゃないようだな。なら文句はない。じゃあな。優しいのね。凄んだのも私に向けた殺気も全部本物だった。でも少しだけ聞こえたの、あなたが無理してる旋律。決してそんなこと。私が本気で戦えるようにそうしてくれたのね。僕はもう行きます。ありがとう、カトル。星屑の町の子たちのためにも私は頑張るよ。ニア！こんにちは。ニオ、調子悪いって？お腹痛い？頭はどう？大丈夫。まだ少し耳鳴りは残ってるけれど。見せて見せて。ふむふむ、なるほど。これは厄介ですな。だから私、みんなに手合わせをお願いしてるの。フィンフもいい？あちし、できればニオを直してあげる方で力になりたいけど。でも、今のニオにとって戦うことが役に立つ。
なら私も全力で行く。うん、よろしくね。消してあげる。あなたともっと聞いていたいな。私の旋律の中でゆっくりお休み。届いて。素敵な音。本気出しちゃうぞ。一緒に演奏しよう。素敵素敵素敵な音。なんだこれ、好き。届いた。クカイキンのおかげ。その音色がニオを癒したんだね。ホモホモ、ちょっと興味がありますな。クカイキン見る？その気迫、力を失えど衰えずか。そうしちゃウーノの言葉の通りだな。あなたまで私に協力してくれるなんて思ってなかった。俺はただ灯火もなく一人惑う時、闇が深さを増すことを知っている。それだけだ。この爪が闇に刺す一筋の光明となるならば、存分に振るうとしよう。行くぞ。キリー！刻んでやろう。嫌な音を私が消してあげる。あなたともっと聞いていたいな。私の旋律の中でゆっくりお休み。素敵。後悔する。
トドイツ的な音。この程度で。素敵。くっくっ。沈め。トドイツ的な音。沈め。一緒に演奏しよう。届いた。潜れ。リンネの果て。素敵な音色を響かせよう。嫌な音は私が消してあげる。ウィンターガーさん、すごい。一緒に演奏しよう。あなたともっと聴いていたいな。私の旋律の中でゆっくりお休み。この程度で届いた。お休み。ここまでか。嫌なんて、やっと終わったわ。強さとは何か考えることがある。孤独の闇に飲まれ、しるべもないまま生き延びるのが強さか。誰かの示したしるべを頼りに、迷い道の先、遥かな果てまでもたどり着くのが強さか。大切にしろ、お前を受け止めた者たちを。うん、ありがとう。やあニオ、調子はどうだい？普通。普通で何よりだね。そんなに落ち込んでないって聞いてたけど、実際に見て安心したよ。そうね。ちょっとニオちゃん、相変わらず俺には釣れないね。どうかな、親睦深めるために今度飯でも。出た出た、ニオのため息。まあそれが聞けて安心。ごめんごめん、こういうノリ苦手だったよね。十天衆を相手に戦うとなると、さすがの俺も心の準備が必要でね。だが君のために必要なら仕方ない。十天衆が遠目、天聖剣王のシエテ、参る。俺が相手になるよ。嫌な音は私が消してあげる。あなたともっと聞いていたいな。私の旋律の中でゆっくりお休み。トドイツ的素敵な音、一緒に演奏しよう。素敵な音、素敵。トドイツ的な音、あれよっと。一緒に演奏しよう。届いた。今のは結構痛かったよ。顔を洗って出直しといで。素敵な音色を響かせよう。届いた。そら。あれよっと。素敵な音、君が本気にさせたんだからね。
律の中で、嫌な日も私が消してあげる。あなたともっと聞いていたいな。ウィンターガーさん、スバーン。おやすみ。今日のところは負けといてあげる。嫌な日、やっと終わったわ。あいたたたたたた。ニオちゃん、何も心配いらなくない？てか十分強くない？うん、不快筋と団長のおかげで前より調子も戻ってきたから。あ、そうなの？それを先に言ってほしかったな。ま、何事もなくてよかったけど。それじゃ俺はこの辺で。ああ、今度飯食おうってのは本気だよ。ソーンも寂しがってるからさ。うん。お、こりゃソーンも喜ぶよ。じゃ、全部片付いたら飯行こう。あんまり一人で抱え込むなよ。それじゃ、また。うん、また。ウヌは景色を察する力を失ったらしいな。手負いの虎は時に思いもよらぬ技を編み出し生き延びることがあるという。ウヌの聴覚の不調をいかなる技で補うか見せてみよう。戯れるも一興よ。嫌な音は私が消してあげる。あなたともっと聞いていたいな。私の旋律の中でゆっくりお休み。届いた。届いた。届いた。つまらぬ終わりを見せてくれるな。一緒に演奏しよう。いざ。嫌な音は私が消してあげる。素敵な音色を響かせよう。ウィンターガーさん、スバーン。おやすみ。俺も良きかな。嫌なんて、やっと終わったわ。ねえ、ニオよ、ウヌは例えるならば片目を奪われた虎。それを補う技のさえ見事だった。あだ口であったな。ウヌは好まぬか。それもまた寝れ物らしきこと。ごめんなさい、あなたちょっと怖いの。ふん、さようか。確かに女子供は我が風体と景色を好まぬ。刀と技ばかり求めすぎたゆえか。でもありがとう、オクト。礼には及ばん。こたびの戦いは
我が道の良き手本よ。身の衰えというのは誰にも訪れる。我もいずれな。ではな。最後はあなたね、エッセル。うん、今までよく頑張ったね、ニオ。ウーノから話を聞いたとき、ここまで来られないかもって思ってた。うん、団長と十天衆と区会金、みんなのおかげ。私もできる限りのことをする。前、星屑の町の子供たちに演奏を聞かせてくれたお返し、君のおかげで子供たちは笑顔になった。いつかまた来てほしいって言ってたよ。きっと弟も同じ気持ち。君のために私たちにできることをする。じゃあ行くよ、全力で。ここまで来たんだからきっと大丈夫。うん、手加減はしないよ。嫌な音を私が消してあげる。あなたともっと聞いていたいな。私の旋律の中でゆっくりお休み。届いた。一緒に演奏しよう。素敵な音。強くならなくちゃ。届いた。一緒に演奏しよう。素敵な音。届いた。祈りより早く、嘆きよりも鋭く。嫌な音を私が消してあげる。団長、あなたの音色を聞かせて。もう心配いらないね。きっと聴覚も戻ってきたみたい。そっか、よかった。ところで、あなたの弟、複雑な旋律をしていたわ。うん、本当は優しい子なんだ。でも口が悪くて。わざと怖い音色を響かせていたみたい。照れ屋なの？きっとそう。でも本人に言うと本気で怒るかも。カトルに言うのはやめとく。ねえ、団長。十天衆との戦いを経て、区会金は私に馴染んでくれた。耳鳴りも随分収まったわ。
もう少しだけ残っている耳鳴りを消す手伝いしてくれる？もう少しで私は本当に区会金に認めてもらえる。そのためには、区会金が最初に認めたあなた、その旋律をすべて私は飲み込みたい。そうすれば私の身になりはすべて消えて、前みたいに、うん、前よりもずっと敏感になれる。私はもっと強くなりたい。私を守ってくれたあなたのために、あなたにとって私は最高の奏者であり続けたい。だから団長、一緒に演奏しよう。心地いい演奏会は初めて。
こえる。あなたの心が、指先が、鼓動が、全身が奏でる旋律が、同音で、和音で、短く休符を挟んで、また同音で、あなたと全てが調和している。心が直接つながっているみたいに。な、楽しかった。わかる？もう私は大丈夫。ありがとう団長。全部あなたのおかげだよ。やあ。ウーノ。ここからでも聞こえてきた。素晴らしい演奏だったよ。この様子ならもう心配はないようだね。これで他の十天衆たちも安心するだろう。うん、もう大丈夫。さて、それじゃあ私も最後の仕上げといこうか。仕上げ？商人のコネを使ってね、ニオの噂を流させてもらうよ。十天衆ニオ、その力は今や大聖小獣さえ羽虫のように落とす。襲撃しようなどと考えた者は漏れなく抹殺されるだろうとね。私そんなことしない。宣伝というのは多少は大げさにしておくものさ。さて、それでは私は行くよ。いいパートナーに出会ったね、ニオ。十天衆の創始者としてそれだけ深い絆は羨ましい。また何か困ったことがあれば今度は私にも相談してほしい。では。十天衆がみんな頼りになるのは知ってる。でも団長たち以外に甘えるのはちょっと怖い。身を任せたくなる旋律とそうでないのがあるのかな。こんな風に旋律を聞きたい相手は他にいないから。